にちは、レンジャー鶴田です。今日は世田谷公園にいきなり呼び出されたんですけども、今日は何をするんでしょうか。はい、今日はですね、鶴田さんにいろいろと自衛隊のことをまた教えてもらいたいなと。はい、でこれで内緒の駐屯地行ったと思うんですけども、はい、あれすごく面白かったんです。あ、ありがとうございます。今日はこの世田谷公園に来たというのはすぐ近くに西区駐屯地がありますね。はい、いろいろと教えてもらいたいなと思って。どうですか、なんか思い出ありますか、西区駐屯地。その横にある自衛隊中央病院には入院で来たことがあります。自衛隊の新隊員教育の時に足首にですね、ガングリオンっていう水の袋がこうできてしまって、取り除く手術をするためにですね、入院をしました。自衛隊の人は怪我するとこういうところに来る、センター側に来ることはあるんですか。手術をする時は入院で来ることがあるんですけど、基本的には各駐屯地に医務室があるので、そこで処置できるものはそこでやって、結構大きいものはですね、こういったところで全てタダで受けることができます。今日はちょっと僕分からなくて、いつも前は通るんですけど、中に入っていいですよって決まれば厳重にしてる日もあるし。そうですね、なんかその辺のところに行くと教えてください。はい、分かりました。じゃあ早速行ってみましょう。はい、じゃあ行きましょう。自衛隊中央病院に入院するときは、はい、外に一切出れないんで。あ、階段上がってこの右手の方に見えてくるんです。はい、これがどうなんですか、正式名称としては西区駐屯地になるんですか。西区駐屯地は西区駐屯地という名前です。それもあるんですか。そうです。でもう一つさっき言ってたのは、自衛隊中央病院。自衛隊中央病院、はい、どちらかというとこう自衛隊の方々の中では、はい、自衛隊中央病院っていう感じの、はい、あれですか。あ、そっちの方がメジャーですね。あ、はい、で西区駐屯地は、その衛生隊員を養成する衛生学校っていう、衛生隊員っていうのはよくメディックって呼ばれる、戦場とかで怪我をした時に助けてくれたりとか、あとは訓練の時も常に衛生隊員っていうのはついてるんですけど、訓練だったりとか実動で見る隊員を育てるのと、あとはその隣にある中央病院とかですね、自衛隊の病院で実際に看護師として働く人たちを育成する場ですね。一応撮影とかは、あまり近くで駐屯地の中を撮影するのは基本的には警備の関係上 NG となってしまうので。はい、僕はどういうものを知ってる。あれは運送車だと思います。実際に物を運んだりとか、あとは後ろに隊員が乗って輸送できるようになっています。一般の人がただ中を見たいっていうことで入ることは基本的にはできないので、自衛隊の中に物をですね、納品するとか、家族で自衛隊の隊員に面会をこうする必要があるとかいう人であれば入れるんですけど、それ以外の方は通常の、時はですね、入れないようになっています。先ほどから多分ここの駐屯地の隊員がこの辺をランニングしてます。あ、そうなんですか。はい、これ、注意されたりしませんか。これ結構さっきもちょっと見られたりとかはしてたんですけど、はい、一応ここまでは大丈夫です、はい。経営といって、門番だったり、その周りの巡察とかをこうしてるときにあったのが、駐屯地の中をですね、カメラで撮影したりとかしてる人がいたんですけど、その場合にはその写真をですね、消してくださいという感じでお願いをされると思うので、はい、基本的には駐屯地の中の車両とかそういうものが好きな人もいるかもしれませんけど、はい、通常のこういう警備体制の時はできるだけやらないようにというか、基本的にはできないようになっています。分かりました。正式なここは何て言えばこう皆さんに通じるものになるんですか。ここは衛生学校か西区駐屯地、本当に日本で一番大きい自衛隊病院になります。自衛隊の方はもちろん中心となると思うんですけども、はい、戦火での負傷した方とか、はい、こういう処置を取るといいとか、いろんなそういう現場での応急処置から、はい、最先端の技術までここでいろいろと学んでいく方が多いってことですね。そうですね。わかりました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。